シカ団がいただいた。そこまでだ、うん、デモシカ団、うん、誰だてめえ。宇宙巡査部長持つかな。そろそろだと思うよ。ジャリ水魚の水魚松、ウルライ松、ウライ松、クーネルところに住む。ヤブラコウジ、ブラコウジ、はいはいはい、シューリンガン、シューリンガンとグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピー、ポンポコマ。おーおー、やったー、ついに壊れたー。ママママ、テレビが映らなくなっちゃった。じゃーん。もうねえ、ここんとこを約60度の角度で殴るのがコツよ。これもそろそろ買い替えかしら。ね、ちょうどいい。カメラを買い替えようと思うんだけどね、うん、そんなものより洗濯機。洗濯機？まだ動くんだからいいだろう。え？ああ、ほら、やっぱり新しいのはいろんな機能がね。行くぞ必殺。わあ、まただ、うん、もう叩けばしばらくは良くなるんだけど。またねえ、本当にもうダメだよ、あのテレビ。カメラだ。洗濯機です。もうシャッターの調子が悪いんだよ。洗濯物は毎日出るのよ。写真は撮りたい時に撮ってこそその時の記念になるんだよ、うん、新しいテレビは当分無理だね。仕方ない、今の直そう。え、そんなことできるの？もちろん、うん、とんタイムフラッシュ。欲しくないものもあ
あるだろう。うん、それを売っちゃえば。でもただでもらったものを売るのはな、儲かったらどら焼きも買えるな。よっ、どら焼き、いくつくらい買えるかな。さあ10個か20個か。20個。じゃもっと集めたら。もっと買える。もっともっと集めたら。もっともっと買えるよ。もっと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 。もういくらでも好きなだけ買えるよ。わあ、好きなだけ。もっとたくさん、いっぱい、どっさり、たっぷり、こっそり集めるぞ。早く早く。ちょっと借りるね。おお、スネ夫。なんだよ、今母ちゃんの手伝いがあんだよ。ねえ、古くていらないものがあったらもらいたいんだ。ほら。なんだ、本当にガラクタばっかりだな。なんか言ったか。へい、ありがたくもらったく。ルンルルン。おーい、スネ夫、そんなもんどうすんだ。ひーみー、ジャイアンに教えたりしたら大変だよ。威張るし欲張りだし。白状します。集まれ。いいか、何でもいいから古いもん持ってこい。行動開始。早くしろよ。お前もだ。文句あるか。あ、いいえ。じゃあさっさと行け。いっぱい持ってこいよ。だから嫌なんだよ。これで俺はもう小遣いに不自由しないぞ。ちょっと、お店の手伝いすっぽかして何やってんだよ。母ちゃん、待ってくれよ。今大儲けてくれ。あいってあって。寝ぼけてんじゃないよ。この卵を山田さんとこへ配達しな。危なっかしいね。風呂敷があるならそれに包んで。え、これに。もたもたしてんじゃないよ。早くしな。わかったよ。よし。早く行っといで。大丈夫かな。もう言わんこっちゃないっての。待て、おいひよこ、待て。タイム風呂敷がない。ここにかけといたのに。誰かが持ってったんだ。もう、なんだよジャイアンのやつ。みんなにガラクタ集めさせといてどこ行っちゃったんだ。どうする気だよ、こんなに。ああ、あれは。ああ。
しざます。ちょっとお待ちになるざます。まあ、そんな素敵な風呂敷ざますか。でも人様のものは返しざます。でも返す前に一度使うざます。ママずるい。このワニ革のハンドバッグを新品にするざます。風呂敷をかけてこれでいいざますね。もう我慢できないよ。そう言われちゃほっとくわけにもいかない。見てないで手伝えよ。僕には何にも聞こえない。まあ珍しい、のび太が水まきしてるわ。見ろよ、怠け者ののび太が水やりしてるぜ。雨が降るかもよ。バカにされた。本当に喋ったんじゃないよ。君が心の底で思ってることなんだ。あーもうやめた。まあ深く考えないで時々かけて遊ぶといいさ。ふん、誰がこんなもの。うん、あ、アリだ。ドラえもんまた押し入れにドラ焼き隠してるな。よし、メガネで見てみよう。うん、働け働け、冬に備えて怠けていると後悔すると、のび太みたいにならないよ。
カにされた。もうのび太が勉強してる。どうしちゃったのかしら。ありがとう、のび太さん。これでもう誰も文句はないだろう。おいしい水をありがとう。ずいぶんつぼみが膨らんだね。はい。おーい、のび太、迎えに来たぞ。ジャイアントスネ夫だ。はあ、のび太、野球に言えてやる。早く来い。お前みたいな下手くそを誘ってやってるんだ。ありがたく思えよ。行くもんか。どうせ負けたら僕のせいにするんだ。野球苦手なの？ねえねえジャイアン、遅くなるから行こう。そうだな。また来るからな。苦手なら余計に頑張らなくちゃね。うるさいな、生意気言うな。場所に植えていただいて、嵐からも守ってもらって、のび太さんは本当に優しくて頼もしい男の子ですわ。いや、そんな大したことないよ。ドラちゃん、最近のび太独り言が多いわね。心配だわ。のび太くん、たまには外でこうパーして、ほっと体を動かしたら。僕は自信のないことには手を出さない主義なんだ。じゃあ自信のあることってなんだ。ない。のび太、今日こそは野球の仲間に入れてやる。断るとひどいぞ。うわっ。また来るぞ。人間は乱暴だな。それに引き換え植物は。あ、素敵な帽子だね。ありがとう。これ私の子供たちなんですよ。もう少ししたらみんな広い世界へ旅に出るんです。そう。あ、風が来ます。そんなこと言ってちゃダメよ。だって僕怖いもん。怖いからって逃げられないのよ。兄弟たちみんなも勇気を出して飛んでいったじゃない。さあ坊や、頑張るの。次の風に乗るのよ。いい？やだやだやだ。そうなの？そうよ坊や、ママも風に乗って飛んできたのよ。どこから？ママのママってどこに生えてたの？遠い遠い山奥の駅のホームだったわ。ある晴れた日、大勢の兄弟たちと一緒に空高く舞い上がったの。怖くなかった？ちっとも。初めて見る広い世界が楽しみだった。疲れると列車の屋根に降りてごとごと揺られながら昼寝したの。夜になるとちょっぴり寂しくなって泣いたけど、お月様が慰めてくれたわ。
それにね、海を見た時のことは今でも忘れないわ。海？青くて広くて波が輝いてとっても綺麗だった。そしてこの町にたどり着いてのび太さんのお部屋へ飛び込んだの。ママは旅をしてよかった？もちろんよ。おかげで綺麗な花を咲かせることができて、大好きな坊やたちが生まれたんですもの。ママ。はい？僕、明日旅に出るよ。そう。なんだか眠くなってきちゃった。じゃあ、お歌を歌ってあげましょう。入れてもらおうかな。